ディアナとカリストは、イタリア、正規ルネサンスの巨匠ティツヤーノ・ベチェッリオが1556年から1559年にかけて制作した絵画である。油彩。本作品は、オビディウスの変身物語で語られている、狩猟の女神、アルテミスの従者、カリストの悲劇を主題とし、大作品、ディアナとアクタイオンと共に、ティツヤーノを代表する神話画の一つである。 両作品は、スペイン国王フェリペ2世のために制作された、神話画の連作、ポエジアを構成し、後期のキツヤーノの作品の中でも、傑作として、特に有名である。保存状態は、あまり良好とは言えず、ディアナの顔やカリストの腹部など、状態の悪い箇所がある。オルレアンコレクションとサザーランド公爵のコレクションに、所属した後、2012年3月に、 ロンドンのナショナルギャラリーとエディンバラのスコットランド国立美術館によって4500万ポンドで共同購入され、現在は両美術館で交互に展示されている。ウィーンの美術史美術館に本作品のバリアントが所蔵されている。またピーテル・パウル・ルーベンスの模写がランカシャー、ノーズリーのダービー伯爵のコレクションに所蔵されている。オイディウスの変身物語によるとカリストは、 女神アルテミスに従うアルカディア出身の乙女で、アルテミスのお気に入りの娘だった。神々の王ゼウスは、以前から彼女の美しさに目をつけており、カリストと関係を持つ機会を伺っていた。そんなある時、狩りに励んでいた彼女が、暑さに疲れ、森の中で矢筒を枕に休んでいるのを見つけると、誰もいないのをいいことに、アルテミスの姿に変身して接近し、 彼女の純潔を奪った。それからしばらくして、アルテミスは狩りの最中に服を脱いで、従者の乙女たちと小川で水浴をしたが、カリストだけはいつまでも服を脱いで水に入ろうとしなかった。そこで、女神は彼女の服を剥ぎ取り、カリストが妊娠していることを知ると、すぐさま彼女を追放した。ゼウスの制裁ヘラは、彼女がアルテミスの元を追われるのを見ると、 彼女をクマに変えて罰した。後にカリストは森の中で成長した息子アルカスに出会った。息子が自分の母に槍を向けるのを見たゼウスは二人を空に上げ、大熊座と小熊座に変えた。大作品として制作されたディアナとアクタイオンとディアナとカリスト。小川の流れと照明の向きから並んで壁にかけることを意図していると考えられる。ディアナを描いた第三の作品。 アクタイオンの死が発想されなかった理由は不明。キツヤーノが描いているのは、アルテミスがカリストに衣服を脱いで水浴することを強要し、彼女の妊娠を発見する瞬間である。カリストは激しく抵抗しているが、アルテミスに命令された仲間の従者たちに両腕を掴まれて取り押さえられ、ゼウスの子を身ごもって大きくなったお腹をあらわにされている。アルテミスは怒りをあらわにし、 純潔を守っている、他の従者たちに、カリストの追放を支持している。従者たちの表情は様々である。アルテミス同様に怒っている者がいれば、憐れむ者も,もおり、かと思えば、カリストの不幸を面白がっていると思われる者も,もいる。周囲の木々は揺れ、遠くの空で、島模様を作っている。黄金色の雲は渦を巻き、石の角柱は動揺して傾いている。 アルテミスの頭上の木に掛けられている金の織物は白い、紐で枝に固定されている。織物には白いユニコーンのデザインパターンが織り込まれている。衣服を剥ぎ取られるカリスト。ティツヤーノは天然のウルトラマリン、バーミリオン、マラカイト、六章、オード色、鉛マリスマルト、コチニールレーキなど、ルネサンス期のほとんど全ての顔料で構成される。 幅広いカラーパレットを使用した。キチアーノの自由で表現力豊かな筆使いは、ドラマの効果を高めており、大雑把な筆色で、厚みのある肉体の質感から、大気感に満ちた遠方の風景まで描き上げている。またキャンバスの表面を払うような薄いブラシストロークは、人物像の輪郭を曖昧にし、ダイナミズムと動きの感覚を画面に与えることに、貢献している。アンニーバレカラッチ。 ヴィーナスとキューピッド、サチュロスの背面像は本作品の従者の影響を受けている。ウフィチ美術館所蔵、ディアナとカリストとディアナとアクタイオンは小川の流れが一方から他方へ流れる形で描かれ、キャンバス感にリズムが生まれるようにデザインされている。空の明るさは対照的であり、ディアナとアクタイオンと比べるとディアナとカリストは 有刻が近づいた時間であることを示している。また、照明は、ディアナとアクテオンは左から、ディアナとカリストは右から、それぞれ反対側から降り注いでいる。これはティツヤィーノが2つの窓の間に設置することを念頭に置いて、両作品を制作したことを示している。ティツヤィーノは、ディアナの大作品を制作するのと、同時期に、同じく、ディアナを主題とする別の絵画。 アクテオンの死の制作を開始している。しかしティツィアーノはこの絵画をフェリペ2世に発送することはなく未完成のまま彼の工房に残された。ディアナとカリストをスペインに発送してから数年後の1566年頃にはティツィアーノと彼の工房はおそらくマクシミリア2世による発注でフルサイズのバリアントを制作している。このウィーン版はいくつかの変更が加えられている。 第3代ブリッジウォーター公爵、フランシス・エジャートン初代サザーランド公爵、ジョージ・ルーソン・後は、ディアナとカリストは1559年に、ディアナとアクタイオンと共に、フェリペ2世に届けられた。その後、両作品は長期にわたって、スペイン王室に留まったが、1704年に、フェリペ5世によって同じく、ポエジアのエウロペの略奪と共に、フランス大使のグラモン公、 アントワーヌ・シャルルに送られた。3作品はすぐに、フランス国王ルイ14世のおいで、後に、ルイ15世の摂政を務めるオルレアン公フィリップ2世に、史上最高のコレクションの一つとして売却された。しかし、フランス革命後の1791年に、オルレアンコレクションは、当時のオルレアン公ルイ・フィリップ2世によって、ブルッセルの銀行家に売却された。 これらは1793年に、ラボールド・コージャン・ジョゼフによって、ロンドンに送られ、3人の貴族からなる、シンジケートによって購入された。その中心人物で、石炭王と呼ばれた第3代ブリッジウォーター公爵、フランシス・エジャートンは、ポエジアから、ディアナとアクタイオン及び、ディアナとカリスト、ラファエロ・サンチオの絵画3点、ニコラ・プッサンの絵画8点及びレンブラント・ファンレインの、 51歳の自画像など多数の絵画を自分のために購入した。ブリッジウォーター公爵はおそらく後の初代サザーランド公爵であるおいのジョージ・ルー・ゴア伯爵から絵画を購入することを勧められた。購入から5年後の死に際して彼はキツイ・アーノと残りのコレクションをゴアに移存し、ゴアはそれをロンドンのブリッジウォーターハウスで一般公開した。 評論家のウィリアム・ヘイズリットは公開されたコレクションを初めて見たとき、数多くの絵画に呆然と立ち尽くしてしまいました。今まで味わったことのない感覚に襲われて、新たな楽園と新天地が完全に現れたかのようでしたと書いている。1939年9月に第二次世界大戦が勃発するとコレクションはロンドンからスコットランドに移され、1945年以降、 ディアナとアクタイオンとディアナとカリストはブリッジウォーターローンまたはサザーランドローンと総称されるコレクションの他の太陽絵画と共にエディンバラのスコットランド国立美術館で展示された二つのティツィアーノの絵画はヘイズリットの他にもジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーやルシアン・フロイドなどの芸術家にインスピレーションを与えフロイドはこの大作品を 世界で最も美しい絵画と表現している。キツヤーノ・ベチェッリオの1520年頃の絵画、海から上がるビーナス。スコットランド国立美術館所蔵。サザーランドコレクションは、第7代、サザーランド公爵フランシス・ロナルド・エジャートンに、相続された。その財産の大部分は、絵画コレクションだが、2008年8月下旬に資産を、多様化するために、 コレクションの一部の売却を希望すると発表した。彼は2003年にも別のティツィアーノの会が海から上がるビーナスをスコットランド国立美術館に売却していた。彼は最初イギリス国内の国立美術館に対して2008年末までにブリッジウォーターコレクションのティツィアーノの大作品を1億ポンド以上の価格で購入を希望する。 美術館が彼らの中から現れた場合、両作品を提供する用意がある。ただし購入希望者が現れなかった場合は、大作品あるいは他の絵画を2009年に競売にかけると呼びかけた。この呼びかけに、スコットランド国立美術館とロンドンナショナルギャラリーが名乗りを上げ、ディアナとアクタイオンのために共同で5000万ポンドを調達し、3年の分割払いで購入した後、 ディアナとカリストについても2013年から同様の形で購入するつもりであると発表した。この一連の出来事は、エジャートンの言動と奨学金を受けている美術、学生たちへの悪影響が懸念されたために、ロンドン芸術大学総長、ナイジェル・キャリントン、元同大学会長、ジョンツサから批判されたが、イギリスでは報道陣の支持を得た。2008年10月14日、 アートファンドから100万ポンドを受け取り、11月19日には国家文化遺産記念基金の1000万ポンドがこれに続いた。しかし、それから進展が見られないまま、当初の期限であった12月31日が過ぎると、翌2009年1月にスコットランド政府が1750万ポンドを寄付するのではないかと憶測が流れた。 これに対して、グラス号の国会議員イアン・デイビッドソンが、世界金融危機の大変な時期に、多額の出費をすることの必要性について疑問を呈したことで、政治的な騒動へと発展し、スコットランド政府の担当者は1750万ポンドの寄付について否定する発言をしなければならなかった。最終的に2009年2月2日に資金を、 調達して、ディアナとカリストの支払いを完了するために期限が延長されていたことが明らかにされ、これによって5000万ポンドが調達され、無事に絵画が購入されるだろうと発表された。ナショナルギャラリーの館長ニコラス・ペニーは、ディアナとアクタイオンを購入するための訴えに貢献した多くの人が、ディアナとカリストも購入されるだろうと理解していたが、2番目の5000万ポンドの調達は、 決して簡単ではありませんでした。私たちはそれができると信じており、たくさんの案を与えてくれました。それは無謀なギャンブルではありませんと述べた。しかし、2011年10月23日、スコットランド政府はディアナとアクタイオンのキャンペーンに貢献したと主張し、ディアナとかリスと購入の訴えには貢献しないと発表した。 ナショナルギャラリーとスコットランド国立美術館が長い資金調達キャンペーンの後に絵画を4500万ポンドで購入したのは2012年3月であった。サザーランド港によって定時価格が500万ポンド引き下げられ、個人と新宅の寄付により1500万ポンド、アートファンドから200万ポンド、文化遺産宝くじ基金から300万ポンドが寄付された。 残りの2500万ポンドはナショナルギャラリーの積立金によるものである。絵画は2012年3月1日からロンドンを皮切りにディアナとアクタイオンとともにロンドンとエディンバラで交代で展示されているがディアナとカリストの場合は購入に対するナショナルギャラリーのより大きな金銭的貢献を反映し60、40の割合で ロンドンでより長期にわたって展示されている。ティツヤーノはディアナとカリスト制作後の1566年頃におそらくマクシミリアン2世の発注で工房作のバリアントを制作している。プラド美術館版と比べていくつかの変更が加えられている。獣舎の背中に置いていたディアナの腕は矢を持ち、画面左でカリストの服をめくり上げている獣舎のポーズも大きく。 変更されている。さらに、画面中央の石柱は噴水に変更され、ディアナのそばでひざまずいている獣舎が消えて、小川の流れが奥へと広げられている。1568年11月28日の手紙で、ティツヤーノが皇帝大使、ビエトホンドルンベルクを通じて、皇帝マクシミリアン2世に7つの偶話を提供したとあり。 1569年2月25日付の書簡ではフォンドルンベルクがキツヤーノに不特定の絵画、おそらくディアナとカリスト200クローネを支払うことを許可している。それから一世紀近く会話は記録に現れない。ディアナとカリストが再び現れるのは1651年に制作され、現在はプラド美術館に所蔵されているダフィット・テニールスの絵画。 ブリュッセルの画廊における対抗レオポルトビルヘルムである。この作品は対抗レオポルトビルヘルムホギエスターライヒのブリュッセルのクーデンベルク宮殿における膨大な絵画コレクションの展示風景を描いたクンストカンマー作品であり、ディアナとカリストは画面の中央上部に描かれている。この作品にディアナとカリストが描かれたことは絵画がマクシミリアン2世紀の死後に 最高の手に渡り、1648年から1657年にかけて、ブリュッセルで展示された彼の絵画コレクションに加わったことを意味している。ディアナとカリストは1659年のストールバーグ城のインベントリには記載されていないが、1660年に公開された彼のコレクションに含まれた243点のイタリア絵画のカタログ。 テアトリウム・ピクトリウムにテオドール・バン・ケッセルの画で記載されている。その後、1781年にベルベデーレ宮殿に所蔵された後、1891年に美術史美術館に所蔵された。ありがとうございます。